ミルボータルタシュプリーマスピードウェイキッサンシカちゃんソラモメこんばんは <laughs> さっき夕方もすごいバタバタになりながら配信したんですけどちょっとまた配信するなんでこの写真なんだろう <laughs> まわあ。あ先生だ先生。先生笹川が,が女の方だと思ってた先生。あっこちゃんあっこ先生会いたかった。ごめんね予約フォーム見て心が痛んだすごく。うん。 19日せっかく会いたいと思って取ってくれてたのにごめんよという気持ちでいっぱいだから体2つにしたいすごくでももう一個の参加する方のお仕事も近く選んでお誘いいただいた いいかけていただいたしすごく参加したいと思うのでそう19日何人か会えそうかなっていう方いたからすごく心がい痛いのだけどライブの方 誰まで名前読んだっけあきたらこんばんざいじゃあまず安みので安みの水がきれいなところ安みのすみちゃっちシャチ趣味じちゃんもちもちほっぺシャシャうん ももちていうかうんってされてるキュービーココンコンあこちゃん夕方の配信見れなくて絶望したから配信してくれて嬉しいまあよかったそうなんか話しておきたい気持ちだった亮平こんばんざーい先生今日もうるわえこの写真が <laughs> この写真がパルタさっちゃんって明るい系の色なら何色が好き水色が好き暖色より寒色が好きフルニーこんばんはさささます長野市白だった厚みのダッシュします あ6月 19? どれぐらいあるんだろう?「立山こんばんざい」な「なせこんばんざい」「ミルボツイッターの DM でミルボー T シャツのデザインを送りました」あ「あ見た」「見た見た」さっき <laughs> ごめんの、ね、DM 返信はできないけどミルボーミズパ楽しんでみてうんうん 頑張るササさんいただいたお仕事全力で頑張るそれがさささん秋太郎名古屋名古屋万歳名古屋万歳1 1 1二2日名古屋行くもうもうすぐだ次の土日。 選んで呼ばれてるんだから喜ばしいこと長年楽しんでねありがとうそう言ってくれて優しさありがとう前も会いたかったよライブ楽しんでさっおかモニュガーモニュさんモニュメント」<laughs> <laughs> おいに <laughs> あお風呂沸いた一日お疲れ様お疲れ様お互い先生安曇野のわさび農場行きたいえねよくテレビとかでさ見る水のきれいなとこじゃないとわさび育たないんだよねなんかさ水水が好きだから 水のきれいな清らかな感じのとこ好きだし空気きれいなとことかあとわさびも好きだから行きたい安曇野の水よく売ってるよねえ笹川が今これ飲んでる天然水はこれはこれは山梨の水だった鈴木お疲れー シュプリーマーさしてたのでお待ちしてます休みでよあちょうど休みなんだわじゃあそこであプレマミストフェスもいる名古屋十二だっけ待ってるよシカちゃん寝落ち準備バッチリあもう布団いいんですかね。 れそういえば明日はあれだね刺さりますよ明日鈴木氏髪切れやねあこれ前の写真だけどね高し <laughs> こんばんざいこんばんちゃんもこんばんざい <laughs> よし水色ねー分かったなんだろうなんだろうなんだろう 緑も好きなんですけど実は緑より一番は水色そういう空とか海とかそういう自然の自然界にある色大好きまあどの色でも自然界にあるか清らかな感じの色が好きパンちゃんこんな顔してるかわち。 うん。<laughs> これはドヤ顔。ひなた、いや、あ、これは小文字のやですね。小文字です。これは。<laughs> 小文字か大文字か当てるゲーム。ラブタン、こんばんざーい。龍騎、こんばんざい。ありがとう。あ、そうよ。 ワやん6月19日ライブ出ないことになったごめんワやんもあなんか爽やんのお誕生日祝いたい祝いたいがしかしえ十18日はいない同じロックフィールドのフェス ラブタンサツさん十四います十四日ってなんだっけ十四日ってなんだろう十四 <laughs> 日は火曜日あでも十四回いると思ううんいるほぼほぼライブおるからオラ <laughs> ちゃんこんばんはーサワヤン髪色髪色ね変えたでもこれは昔の写真髪色変えたけど アギポちゃんこんばんざいポチ黒ラブちゃんお、非常口笹川ファブル <laughs> ザファブルみたいソラモメ笹さんに会えるのは十八日ってことかうん、え、いるのソラモメ18日ってことだ ハイシンでワンマンとイツカのトリライブ。おー見てくれたありがとう見てくれて、アイドルライブジャパン。アイドルライブジャパンにバンザイジャパンのライブのアーカイブはいっぱい残ってるっけネ、ね。どうでしたバンザイジャパンのライブ。あこちゃん、十9日の夜のライブ。あ、あれね、なんか。 あの途中で追加になったから笹川のあの6月の予定にも書いてないんですけど後から追加になったんでちょっと後で全体のスケジュールを更新したいと思いますちょっとまだ詳細もね出てない「<laughs> で池袋」でライブ予定 遅い時間になると思うんだな。エスのりこんばんは。けけ、こんちゃーす。ちやす。ずっと、え、今釣りしてんの。釣り。さわやん、かっこいい、ささちゃん、見れた写真のこうずだ。あ、心が痛い。<laughs> お願い痛い。 プリマン名古屋12日だけ行くイエーイ会えるねさま大したことがある距離なんだ長野市からあ遠いんだ蓮見の「てぃちゃんモニーささ帽子かかたんと思ってるけどあながち間違いではないみんな素敵な子だけどさささん自信を持って押してね <laughs> ネオ脇腹釣った <laughs> 直し方知らんな空マみ呼ばれた気がしたら空だった空空空 <laughs> あ空あ空そういうことか <laughs> 空とか海とかねこぱんちゃんドヤ顔ササうんあのあの顔文字のびい再びささですあサバヤン18日は出るよ 十八日土曜日は出る。<laughs> いる。空豆、口を今かる電話をしたから、さっさんの声で心が穏やかになる。穏やかになれ。さらさら。でも歌うと声低くなるんですけどね。<laughs> ラプター、あ、じゃあ、また仕事終わりに行きます。スーツ、あ、スーツ、スーツ,スーツいいですね。 ものスーツが似合うスーツ似合う男性になりたいのび駒の手これはですね多分リムさんの手かなえわかんないどうだろうさひ7月5日一緒に遊ぶあっ 7月5日火曜日7月5日皆さん一緒に遊んでください <laughs> ちょっとね急なのでもう仕事入っちゃってるよっていう方もいらっしゃるかと思うんですけどもし今から予定開けることできるよっていう人は是非来てくださったら嬉しいです <laughs> 予約特典もつく予定なのでサムズわさび飯があるわさび飯ああなんか見たことある本当に美味しいわさびじゃないとなやつだパルタユーミダイ先生とコマダイ先生に褒められたのやてちょっと大掛かりなことええー、え、なに家建てちゃいました、はあ、やるじゃん 18と19わあ初めて見れる <laughs> 見れる会える十九時間によっては飛行機あるから微妙だけど次に11と12もいるおー土日あでも1 1十にはあれか東京の方にいるのかささん名古屋やからなみちこんばんざいみちさあのこの前5日の ゼップか、ゼップのライブの時、すごい。すごい、見てくれた。<laughs> ありがとう。空豆、いろんな詳細が出てなくて、俺の予定が全く決まらない。そして、行きの飛行機も、ええー、飛行機大丈夫?。そろそろ、飛行機ってなんか。早く買わないと、な、いまいち。あ、でも、今、そんなこともないのか。 道志子おじさんお疲れ様でした。くりちゃんこんばんは。え結構ぶりそう、迷わんといてね。やすのに今帰ってきて、夜飯なウィササガ配信。夜飯のともにササガ配信。のどちゃんあめいちゃんのママ。ママちゃん。 あこちゃん19日そう最初ね昼の2つしか入ってなかったんだけど夜のがね追加になったっぽいよはいこれに戻るつもりやったあーあ,ーあーなるほどあれかえー、難しいね、うんと予定全ての予定が早く出てほしい。 もうすべての予定も大抵も1か月前に全部確定になってほしいね本当に自分もすごく心苦しい空豆クーさんも空だから分かりにくいな空ちゃん じゃあくーちゃんひらがな表記くうそうやんライブの写真撮れるタイミングって年に数回うんそうだねバンザイ・ショパン基本あんまりないから年に数回かもあみ<ー>ち久しぶり魚の塩焼き撮らないと そう、ろう魚魚魚,魚そらもライブ中のサッサンから入ってるからめっちゃかっこいいイメージしかなかった配信来たらかわいさしたあなギャップギャップライブの写真あこの前のね バサバサなぎ倒してる写真。バサバサ。<laughs> すごい一点を見据え見据えてる。マスターこんばんざい。七月五日めちゃくちゃ気になる。七月五日。七月五日ね。 四月五日。しかも結構お得な予感。いつかいつか道神の剣四四四味の剣使います。パルタ家建てたらどんなんだよそんな大掛かりじゃないああ大掛かりって言ったらそれぐらい想像する。 のどちゃん4月5日曜日仕事ああ日けいこだこんばんざいいこが来てくれたイエイ道絶不朝からおじさん頑張りました朝からいたのかお疲れ様長かったね カルタ言うたってたらさっちゃんゆみカナとシェアハウスしてほしいにぎやかそうもうしょっちゅうなんかゆみとカナの漫才を行われてそうさ一緒に遊んでくれる上に得点もつくの特え <laughs> すあんまり言ってくれちゃうと桜だと思われちゃう一応お風呂入ってご飯にしますいいね空まめ十一十には隣組十八十九が初めてみんながいるピザになる まであ隣組のライブはもう行ったことあんのかうん <laughs> 18日夜えっとスケジュールもないと分かんないよ18日18日えこれ他の画面映ったらミュートになっちゃうかなちょっと 他の画面映るからもし音声聞こえなくなったらコメントしていけるかな18日あれ ?18 日18日。 あ電波つながんないちょっと待ちあ十18日どっちも朝と昼なのか18日も。 えー、音聞こえるかな <laughs> 今んとこ夜入ってない言ったら何か入れてもらえたりとかするのかな <laughs> 空豆ライブを見たことあったら見たことないメンバーがたくさんいるのよね そうだよね直で見たことないメンバー結構いるよね <laughs> なのじゃん今日めいちゃんご飯たくさん食べたみたいでママの会社やった <laughs> ご飯たくさん食べたのめいちゃん <laughs> すごいいつもあんま食べてないのにいっぱい食べたねそうっきめいちゃんがさすごい髪変わったの「かわいい」って言ってくれた嬉しい 1>, 1ヶ月前に炊いてまで分かったらすっごく通いはすいね本当にそう思います <laughs> でもごめん炊いて炊いてはちょっと笹川の力ではどうにもできなかったごめんサマス信州サモンなんてあんのえああ養殖か海ないと思ったサム ふんそば屋の18日も行こうかなええー、来てくれたらとってもとっても嬉しい誕生日を祝う前祝いああとさそうプロフィールに名前入れてくれてめっちゃありがとう思ったやっぱね嬉しいそういうのすごい。 そらまめライブ写真撮りたいけどカメラ持ってくのしんどいからそうだね結構荷物になっちゃうもんねプリマこの写真ほんほんとかっこいいほんほんとよっぽどかっこいいってことだねチャララララララ,チャララ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 ピどうもどうもあれピーさっき挨拶した気がした夕方の記憶か無双状態のササさささそう新三国無双みたい ぜひこんな感じの浮世輪がチェックたから <laughs> 思ってたのと違ったす <laughs> のり7月5日火曜日そう7月5日火曜日楽しいライブえっ道 ZIP 初会場見やすかった生まれ変わるえ横浜こあーなんか見た気がするなニュースなんかできるんだっけ 伸びなんかくれてたこれ何何ギフトありがとうなんかうんうんこれなんだろう勲章みたいな岸さん7月5日は一日あ全然一日じゃないと思いますあそういえばミュートになんなかったよかったうんと夜かな あ全然7月5日は夜開けといていただけたらみちさささんもおつたよおつーありがとうそらもね隣組は今年入ってから3回来るええー、あそうなんやじゃもう隣組の人は顔知ってる感じね今なら遠征組とか隣組とかも分かるようになったけどえそうだよね 仕組み分かんないよね最初誠一ん何アヘアヘアしてんのどうしたどうした薬赤 <laughs> <laughs> ちゃん11日のミストヘッスも夜暇そうだけどライブ入ってこないの、ね、あれそういえばあれ聞くって言ってどうなったんだろう今のところ入ってないんだっけどああ 聞いてはいるけど、回答が返ってきてないんだ。<laughs> もう一回ちょっと。最速してみよう。以上、十八も十九も以上で、二十分歩かなきゃいけないレベルで、時間ないよね。え。そう、結構。勝つ,かつ <laughs> 本当は最初18日の大抵なんかかぶってて <laughs> バリバリ時間なんか大抵第1個送られてきたのかぶってて <laughs>「いやいやこれかぶってます」って <laughs> なった「さます馬刺しもだ赤身ひれたてがみ増えた後聞いたことない寒い」。 あこちゃん18日移動するなら1本目追いどうしようかねーってなってるちょっとさ後でまた聞いてみるなんかリモさん聞いてくれたけど回答返ってきてなかったから。 道笹さんボイス癒されて落ちそうーご飯ちゃんと食べた、ま、さみんなを薙ぎ倒すそう薙ぎ倒しかけてる時の写真みんながちょっと飛びかけてる十八夜もライブあったら助かるねそう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 なんか早く終わりすぎてないのかなって言ってた やっぱり今新州サーモンを送る新州サーモン美味しそうだけど生もの18日お昼いるよ結構いるいるぜいるぜ18日はどっちのライブもいるぜやつなり18日は日本橋界隈にいるね昼夜えっとねお昼18うん どこにあるかな18日これ室町だよね11時55分から18日は早め朝活朝活えー、みんな ありがとう。あとはそばだ。安曇野のメーター語れない。わさびか七味とからしかの新州議論は終わらない。そばにわさび。おお。どっちも。きさん。夜。夜です。夕方から夜。万歳ジャパン夜かな。写真どうしよう。 写真写真写真笹川の好きな写真夜21時からちょっと遅いーそれは遅いー <laughs> あやすのりゲフトありがとうフラワーシャワーだ覚えたフラワーシャワー な、来月数少ない確定予定が7月5日で、しかも1回きりの治験バイトって。あ、<laughs> でも他の部もね。あのライブはたくさんある予定なので、7月の予定も出します。治験やるんだ。ええー。無事に帰ってきて。サマス、温泉コーヒーが飲めるカフェがある。温泉コーヒー。 伸び7月いつ休めるかわからないのに反射的に新幹線取りそうになったその頃はあそっかもう埼玉埼玉埼玉そうかなんか不思議な感じでも近くになったね僕たち近くなるま豆、ね、今はめっちゃ遠征してない在宅オタクなんだけど1月に2月はめっちゃあそうなんだ いいっっぱいしている人だだたんだでも北海道から大変だねすごいえ葵のことはど,どっから配信からライブから知ったののびささがお布団にお布団ねお布団かけた座ってるけどお布団かけた18日東京に昼入り待って昼入りあれ あ、いいのかあれだンダスクエアホールの方だやだー見れるやだーやついフェスやついフェス出たいなサマスやべ信州好きすぎ <laughs> や,やばくないともいいことだと思う結構チームたこいちにやったそろうのチームたこいち 嬉しい、最近全然揃ってなかったから。でもみんなでいつも飲んでるよね。わーい。サマス、新州でさっちゃん撮影すると拒絶、拒絶してない。<laughs> 拒絶はしてないじゃん。のびよいさ,さ、ハオ、ハオ、ハオ。イハオ。 室町三井から神田宿屋までの大移動ね時間調べたもん歩き時間日銀通りからの神田警察通りちょっとどこかわからんなさあこの服着てたお写真シリーズ大好き爽やかで綺麗で二次元かと思ったえもうここの風景が素敵しかも全然カメラマンさんとかじゃなくてさ一緒に行ったのがお父さんとお母さんと一緒に行ったのね、うん 全然なんか写真のこととかお父さんお母さん全然分かんないからでもちょっと何枚か撮ってもらって <laughs> いい写真撮ってくれてありがとうこれは新潟県長岡市の長岡丘陵公園ですねすっごいね広いの。 めっちゃこの奥にもブワーってずっと緑が続いてるこの時はあちょうど1年前ぐらいかな1年弱かあじさいがすごい綺麗なの時でめっちゃいっぱいいろんな色のあじさい咲いててそうすごい綺麗だったケケこの服好きスケスケ <laughs> <laughs> そらもねおいは配信からか <laughs> 12月にあ紹介ええー、紹介なんか <laughs> ドキドキするね <laughs> 1月のあリリーフからかリリーフ来てくれたんや 2月は3回遠征しててそのうち2回は葵に会いに行ってたそこで持丸だけ挨拶済みへえすごい遠くからやついフェス気になってるグループ出てるどこ誰さん水パパ昔のうちの会社の近くの鳥うん分からん <laughs> 変わったバイトのお宅なのでえでもそれ分かる変わったバイトしたくなる気楽にできる大学病院での日帰り治験につられちゃったえー、どうしようひななたがすごいなんかその治験のあとめっちゃなんかすごいことになってたら超身長めっちゃでっかくなってたりめっちゃちっちゃくなってたり超ムッキムキになってたり。 皮膚の色変わってたら結構一人で飲んでる時に勝手に来るんだよチームたっこいちええー、愛されてるね愛されキャラ <laughs> でもそれだけみんな本当に仲いいってことだよく一緒に飲んでてそんな仲よく一緒にご飯行ったりとか仲いい人がいるういいな 18日お昼よろしくやったー待ってるさあとでライブ告知もたくさんしなきゃ亮平バラありがとう綺麗なバラこの風景に合うハーギキングさくらんぼくれてるーありがとうあニーオちゃんだニーオちゃん のび見覚えあると思ったらめっちゃ近所そうあなたの家の近所よ長岡サルカニさんビートボックス世界にの人でのすご気になるヒューマンビートボクサーボチボチボチ <laughs> えうちもあれやりたいんだよなみたいな <laughs> うなんで会うとなるとミ和がたくさんになるリュクは一番でかいのでな,なリュク一個しか持ってないなあでも衣装二つになったりとかするかなその日どうだろうキャリーでいこう GT r こんばんざい。あれさっき挨拶した気がしてたあれしてないけど。 2月頃は全然グループ知らんかったけど5月入ってからグループをちゃんと見るようになったおありがとうございます嬉しいグループね見てて見てていいな小学生がやるような知能テストやらされるみたいだから対抗しちゃう <laughs> その後 <laughs> なんで知能テストやったらそのレベルに。 そのレ会いに行っちゃう <laughs> せめて高校生ぐらい保っててもろて結局全然アイドルではないあヒューマンビートボークさんに、ね、<laughs> できないかなちょっと素質ないかなダメかな ああいう人本当すごいよねそま豆そうして笹さんとも話せるようになりましたうわーおめでとう笹さんも実はもともとねすごい人見知りなんですけど配信でみんなと話せるようになりました直接挨拶もじゃあ18かな会えるの待ってますやっぱり今さっちゃんがヒューマンビートボックスを始めましたやろうかな なんかそういういい特技欲しい今練習中なのでえけっけ,っけえちょっと次あったらやってもらおう絶対絶対次会った時やってね <laughs> あじゃあ笹川も練習しとくからちょっと一緒にな何セッションしよう <laughs> サワヤやついフェス行くのにバンビちゃんしかバババババンビさん言えてないバババババババンビさんうんバの子座ってるやっぱりさちゃん聞きながら前回名古屋いつ降り立ったか掘ってたら二千十四年ええじゃ 8年ぶりオリンピック二回開催してるジャージャー麺作りすぎた腹パンパンマンポンポンジャージャー麺ジャージャー麺食べたいババババンビあババババンビさんってだババババンザイジャパンババババンザイジャパン 18か19えっ待って18日あたりいろんな人に会えそうすぎて嬉しくてハゲた一気にハゲた、えー、みんなに会えるといいなもうそれがそれが今のワイの生きがい それぐらい、あと食べることさまさあずみ野の,のお友達多いんへえ穂高神社うわ素敵なお社好きすごいいいなちょっとなんかトトロみたいなとこ行きたいのずちゃんさっちゃんのお声聞いてたらウトウトしちゃってたあらママもねむねむしちゃうんだね みんな眠れおやすみ安眠して安眠けっけ時間が絶妙すぎてう絶妙ううう1 8十九。さわやんおやすみおやすみ18日約束。 六月今んとこさすさんまだすごいさみしさしなこと多いからみんなにもっと会えるたいなそっちゃんハゲたの恐るだよさ <laughs> ます自分で言うやん <laughs> おそろおそろだハゲためちゃんの公式配信待たなきゃだからああめちゃん今日公式配信の日なのか起きてるお強いいいしそうだねめちゃんのママだから自分の子供のね子供がちゃんと配信やるとこ見届けないだね <laughs> ゆうちゃんさささん配信終わる。ありがとうみんな。うんさささんはみんなを元気にする元気にする係。さひかなさんにダックスフンドか。ああ。 うんあでも確かにダックスファントの方が近いのかも近いかな近いかもでもそんなドーナガじゃないでしょビヨンのょののどのょちゃんだって <laughs> 今全然言えてなかった言い直したのも言えてなかったのどちゃんになっちゃった 最近ね,あ,そうミクチャねあれなんですよなんかミクチャ結構、まあ、見てくださる方もいるんですけどあの結構お客さんとかもお客さん大名室さんとかもなんかあまりミクチャが来ないっ <laughs> ぽくて。 結構もう本当に本当に数少ない限られた方だけの配信になっちゃうからしかもミクツァって結構なんかショールームみたいに毎日配信とかないからなんかこう新規の方掴もうと思ってもあれなんだってね結構なんか2時間とかぶっ続けで配信しないと結構もうなかなか来てもらえなかったりとからしくって。 だったらショールームでもっとみんなに知ってもらおうみたいなショールーム強化しようっていう話をして最近ねないんですよでもまたなんかみくちゃでイベントとか参加する機会とかあればねだけどそうなんですプリマ歯配信ありがとうありがとうリコお疲れ様ハゲキングおやすそクリちゃんおやすみ まあ、おー滑り込み間に合ったいえ。<Yeah. S 1> スライディングまあ。おやすみーひなおつーんよ平あれ <laughs> ここに来てのこんばんは手気分しちゃったかなさひこい機聞けてサチーサチササお疲れさまでしたのびにの,のびに <laughs> もうダメキュ全然言えてない一 <laughs> 日となんかちょっと混ざったコメントの「のびいに <laughs>」惜しかったね「のびーぬ」あと1個1個下いけば「のびーぬ」だったのに <laughs> さあさあぐっすり寝ますあばおやし この前ねプリキュア見た久々に見た私空豆 <laughs> お疲れ様 <laughs> サマスさちゃん髪入るかな元気もらったからえなにマスに髪が入るか入るかなあひな短足胴長がゆえにダックスフントと呼ばれた。<laughs> いたここにダックスフント確かに色的にヒナ結構日焼けしてるイメージだからダックスちゃんかもあれラプトン再びこんばんざいリスパパお疲れ様ハゲーキングねファンレベル5になったのズちゃんふわっと通じこなくなったからどうなったかなって思ったそうなんですよ実はねスーって <laughs> 今からは始まる始まる配信がうんのずちゃんさっちゃんも寝ようね寝る湯船沸かしたからお風呂を使って寝るすのりおやすそうですそうですそうくりちゃん金沢行きたいけどけどけ,けどなんだろうそう「日本満喫トサーズ in 金沢」 申し込み6月日日金曜日今週の金曜日17時までとなっておりますのでしかもプランも先着順で結構今回あれだと思う予約状況まだどんな感じかわかんないんだけど何人ぐらい来てるかあのやっぱめ郁ちゃん凱旋だしとか。 メイジュリー・レナーとかのラストワンマンになるのかそこが。っていうこともあるので結構ね多分すぐ埋まっちゃうかもしれないので来ること考えてくれてる方は本当にお早めに申し込んでいただけると嬉しいですよろしくお願いします。 おやすみなさい。さます、おやすみなさい。ハオ、ハオ、ハオ。じゃあ終わります。ありがとうございました。バイバーイ。